かがしますね。単純にもうまず音もすごいリアルで良かったんですけど、見た目がとてもドラムだっていうのが自然ですよね。やっぱ叩く上でいかにも電子ドラムを叩いてるという気分じゃ全然ない、やっぱないくなってくる感じが、うん、あ、それ結構大事、これグルーヴ発見、配置がまずこうちゃんとあのいつもの自分のポイントに置きながら演奏ができるというのが今までなかった感覚ですよね。キットという考えがあんましてなくて、好きなこと組み合わせる、あ、多分は DWフラワーカムとかいろいろ組み合わせ、それは全然もう自由です。全然上手。センサーもここまでのデジタルのロゴの周りだけなんで、ロール系の細かい音符っていうか、なんかその つながったような音符とかってすごくこう電気信号的な音がやっぱしてたじゃないですか。あのててその辺が すごいロールとか、あの自然な音になってるなっていうのが、あのちょっとびっくりしましたね。とかタムとかもちっちゃい音でこうブーとかやると、あのデデ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 
かあのいいのかなんかそういうストレスがなかったんで、よりだから多分アンサンブルの中だとより自然なんじゃないかなと思って、今日はドラムだけだったんで、でドラムだけだったけどやっぱり そこがすごい、あ、なんかものすごい進化してると思ったんで、